こんにちは、ネマです。パワープルアプリやっていきます。今回は、円卓最強デッキいきましょう。カンパチ、レイリー、ナゴミ、クロセーラー、サイキ、カガミくんと。さあ、いきましょう。リベンジ回ですね。はい。で、前回かな?ちょっと前回になるかわかりませんが、間が空いているかもしれませんが、カンパチくんでやらかして、まあちょっとこれ、もう一回やるか、という感じでございます。で、なごみだよね。感じね、今回。なので、自己紹介ないので、体力回復をちょっと意識はしたいんだが。まあ。最近の評価を早めに上げて、メンタル光らすのも大事ですからね。これ休んだ方がいいかな。すげえもったいない感あるんですよ。いきなり光ってるわ。とてつもねえな。いきなり光ってますね。取るか。取れるのが気分屋とアシストくらいか。いきなり光るすごいっすね。二つも踏んだ甲斐あったわ。なごみも踏めましたと。ちょっと特殊なスタートになってるな。光ってくんないかなー、最近。どうせメンタルいくし、これね。うわー、光んねえか。さすがにな。いきなりアーサー出てるってすごい展開だな、これ。超展開ですね。そんな展開あるんだな。うん、まあ、なごみを踏んであげた方がいいかな。かがみくんも行きたい感ありますけどね。二人だしね。どうしようかな。二人で行った方がいいんじゃない?人数足した方がいいんじゃない?普通に。かがみ、悪気打ち取っていきますか。はい、ありがたい。広角打法。守備がまあ普通に美味しいっちゃ美味しいですね。ここ行ったらだってさすがにきついよね。鏡行くと3人4人なんだよな。朝そう足りないんですよ。どうする?このエピック飛ばすか飛ばさないかはかなり分かれるな。次タックしたらあれだしね。一回休むのもありかもしんないっすね。これだったらワンチャンス一回休むでもいい。うん、ここで光っていくから2人取れればまあアーサーが4人ですね。オッケーオッケー、いいよ。これ大丈夫だよね。ヒロキック出るよ。しかもカンパチじゃないこれ。まあまあまあ、最近は阿部比が早く欲しいけど。走りました。ここまではミスなくいけてると。これアーサー4人なので取っていいですね。うん、いいんじゃない。ただ全然エンタクルス回ってないんで経験点は出てなさそうですね。で、ここのタックうまいと。またメンタルだ。メンタル来すぎーな。ちょっと他のメンツ上げたいんですよね。できたら。
セーラとか上げてんだけど。よしよしよし、いいよ。10人で、取り切れると。しかも2人いると。降格型フォームをもらってると。まあ、話はないね。今んとこは、まあ、和みがちょっと踏めてないって感じか。うん、走塁でいっちゃっていいですね。安いのは行くか。安いのと、まあ取っていいやろってのは行きますか。限界限界。ちょっと和み行きてえな。踏んでるかな、ゼロかな、それとも1回踏んだような初手で。ああいいですね、素晴らしい。取っていい取っていい。でただあんまり行きすぎるのも、左キラーとかになっちゃうかな。うん、ここまではまあ悪くはない。まあ、ちょっと不思議な展開にはなってますけどね。とても。10人いいね。で、18人とか。ちょっとそろそろ和み気にしたい。精神取るかな。いやー、金原、赤原早めだな。いいか、いいか、小二人取るか。ちょっと人数取りますか。で、精神潰しちゃおう。ちょっと、なごみが間に合うか微妙かな。なごみこれきつそうやな、いかんと。ちょうど精神か。まあ、行ってもいいけど、上り上司。あと1ターンヒーローエピック。ここが12時。ああ、そうか、一回休んでいいね。やめて。うわぁ、危ない。12時方向まずいんじゃないか。12時方向まずいな。二次隊なんで行くとアウトですね。しょうがない、レディー行こう。ゼフ町にはあるか。で、ここは怪我で。で、半分はいけそうだな。人数も足りてますからね。タックはできないと。ここでいいかな。
まあそうですね、左下か。大丈夫ですね。なごみが間に合う気配ないけど、ヒーローエピックだけは順調。で、上ですね。よし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 。回復だ。なごみ。あ、いるわ。一応通るか。5人だしね、ここ。土着層うましだね。うん、ちゃんめ。なごみ間に合ってないかな、これで。これで足りてない。なごみ。お、銃上がった。おお、神。これは素晴らしいよ。しかもこれ勧誘ですね、また。勧誘系来たな。赤原取りたいですけどね、どうしてもこれ普通に回した方がいいね気がするんだよな。これでも取っちゃうと逆にまずいのかな。いや、これは取ろう。これは取ろう。ちょっと待って、コツ。これすごいいい感じだぞ。チャンネル。エザビーは置いとこうか、もう一回。アベレージヒッター入りましたね。うまっ。ちょっとこれ、行き過ぎるとまずいな。行き過ぎると、変なの入ってしまうの、行き過ぎると。順調なのはいいことなんだけど。これタックで稼いでいくか。いや、もう取った方がいいですもんね、普通に。筋力もちゃんと稼げていく。裏が一回飛ばしてもいいかもな。ここで8人勧誘、やべえわ。ヒーローエピックガツガツいけますね。競争心は取れていく。もう半分いきそうだもんね、これ。ヒーローエピ行ったらアウトかもしれない。競争心。うん、コツもいいものがちゃんと入ってます。強。土着層行きてえ、これ。行っちゃうか、これ。いや、これ 50% 以上行くよな、多分。どう考えたって。高確保入るな。高確保入るな。ちょっと待ってください。これどう考えたって順調すぎるんだよな。高確保入りますね。これは。どうあがいても。いや、でも、もういいだろう。それを上回るだけの、苦悩を取ればいい。うん、順調ですもんね、こっちも。はぁ、なごみ足りてないの。マジか。ちょっとそれはびっくりした。なごみ足りてねえのか。で、今、なごみだけ出てて、にっていう感じなので、精神を潰していくか。次とかってなんか、ああ、そうか。終わったらいけんのか。じゃあ、ヒーローエピックしてないところの方がいいね。佐伯行くか、なごみ取るか。佐伯でいいやろ。
よし。ははは、知りましたね。これ裏が行ったらさすがにですよね。さすがに行くよね。まあ面白いところからスタートしてるから、ね、これが。うん、和みと精神とコツか。取ってっていいな。超ぐるぐるできてる。いぶし銀。セイラがまだなら行きたいけどな、狙って。で、次の枠があまりよろしくないと。まあ次があまりよろしくない。虹谷狙いになるのかな。なので、まあメンタル行くのか、片手回復しといて、モードでもいいかな。ちょうど終わるしね。ただ 38% か。メンタル以外無理だな。やる気下がってでも取っておくべきか。置くべきかでいいかな。置くべきかでいいか。練習効果か。難しい。デート一回どうせしなきゃいけない感はあるけど、ここでタックするとめんどくさいっていうのもある。1、2、3、4、5、6、7。まあ順調だよな、ヒーローエピック。いや、いや、ヒーローエピックにこだわろう。うん、代打の神様ですね。うん、4人だね。OKOKOK。うん、技術以外の順調だね。さすがに高格好だろ、これ。お、入魂。入魂でした。で、7人。ああ、3、どうしようかな。技術か。技術マス。エンタクルスレベルアップとかあったかな。和みはあるよね。ないか。そして、敏捷と。ちょっと敏捷の値すごいな。守備上げたい、守備。セイラ来るからね。まあ今んとこ全然気配ないんですけど、セイラ。うん、やっぱ技術だな。どう考えたって技術足んない。精神潰していきたい。いやー、技術取りてえなー。やっぱ技術マス、いや、もう回しよう。うん、セイラも狙いますね、次。今んとこ、本当に、正月に、奴が間に合わなかったぐらい。これ、冷静取る？いや、真ん中でいいや。うん、ここは、普通に大丈夫でしょ、これで。体力回復あるんで。145。いらな。ちょっとセイラ狙いたいよ。セイラは取れないんだけど、和みとこれはでかいなと。メールか。どうしようかな。一
回デートしても本当にいいですね、タッグ狙って。別に人数多いわけでもないし。ちょっとセーラー先行きたいっすね、マジで。意外性か。あ、まあ逆境狙いでよかったか、今。いけたな、多分。あ、マジか。これは。これはちょっと。想定外だったな。監督一回踏んどきましょうか。じゃあここ虹谷行く意味ないですもんね、あんまり。でメールか。ちょっと待ってください、メールは大丈夫だよな。右上とかだったよな、メール。上だよな、横ではないはずだから。体力消費か、やだな。監督、うん、ダブルタックだね。鏡出し行っていいと。で、筋力結構入ってそうな印象はあるが、あとはイベント走ってねえか。うん、もう取れなくなってきた、ヒーローエピックありすぎて。ああ、取ってっていいと思いますね。ああ、ただ人数ゼロなのか。それはよろしくないね。カンパチで2人取りましょうか。でいい気がするな。リベンジ追い打ちか。うん、これはとりあえずコツをもらいたいか。うん、まあしょうがないっすね。これ4マスって肩しかないか。あ、ただこうセーラか。セーラは大きいな。セーラー取りましょうか。いや、人数いない。精神3人か。ちょ待って、真ん中ミスっていいかこれ。1回余裕あるやろ。むしろ余裕しかない。OK。しかもかなり入りましたね。真ん中いいよ、一発ミスって。タック入りましたね。うまいわ。ダブルだし。意外性、怪我しにくさ。まあ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 。技術マスクで。いや、もう取れたわ。もう取れたわ。はや。そうですね、精神これ潰していきてえな、本当に。ラッキー。無理でしょ。うん、無理だね。行けば全開できるかな。もう潰したいよな、さすがに。ヘンタクルスアップはないか。
2人まあ、潰して回復しちゃっていいんじゃないですかね。か、2人ご丁寧にもらっとくかの方がいいかな。どうやろ、潰しちゃってよくないか、潰しちゃってよくないか。もう体力回復とか邪魔でしかないもんな。で、鏡乾燥しましたね。再起終わってるから、あと、赤原と、セイラか。これは仕方ない。で、両方いけないと。こっち先潰して、二人。はい。まあまあ、守備、人数多いな。取っときたいな。まあ、レイリー欲しいけど。ここは5人か。よし、あと1回。ちゃんと完走できそう。カンパチがクレバ的な感じだね。で、敏捷と技術が大量に入ってくるぞ。おお、ほうほう、早い。もう一回100にして、大丈夫やろ。で、回して2人でいいかな、もう。精神、筋力いらないもんね。モードちゃんと出てるわ。技術とコツマスがとにかく欲しい。うん、敏捷と体力か。いいよ、これ乗せちゃって。4人いいっすね、うまいわ。あ、4人じゃないか。これ、ミスってる場合かな、今。光の鉱石も入る。今、これミスってやる気下げてる場合。では、別に、ない気もするけど。ここの全体のポイント大きいもんな。ちょっとナゴミ一回行きましょうか。いいですね。点数はまあそれなりですね。7300。ちゃうと取れるな。コツと、うん、まあいっちゃっていいんじゃないかな。うん、まあうまいですもんね、どう見ても。さあ、これすごいことになってきてる。精神が足りませんと。あー、ここ開けちゃうともう話変わってくるか。プルヒッター、ヒーローエピックは死ぬほど取れてる。まあこれはしゃあない。いやー、カハラ完走するかな。セーラも気になる。お、人数足んねえぞ。2人。まあ取ってもいいですけどね。
2人で足りないよね。2人、まあエンタクルスパワーアップもある。ちょっと飛ばしたいかもね。メンタルでもいいかな。で、精神と技術か。うまっ。飛ばし、いやーどうしましょうかね、むずいな。飛ばせねえんだよ、中途半端にしか飛ばせねえんだよな。人数集めるか。まあセーラーと1なんで、そんなにカンパチが怖いな。エピック拾いたいかな。佐伯でも行く。精神いらんもんね。いるかな。カタにしとく。カタにすると人数1足んねや。うん、まあ合理的に佐伯にしよう。なあ、やる気。取っちゃっていいかな。やっぱ技術、いやここ人数いるわ。4人か。技術欲しかった。いけるやろ。よし、101だからね、さすがに。でパワーヒは最後にもらえるとして、今噛んだのでこれは取っちゃって、初級はまだないのか。なるほど。ああこれ結構短命な。なるほどね。これ何、弾道を上げてない感じ。うん、弾道めっちゃ低いっすね。1かな、1か2だ。うん、ヒーローエピックだけはむちゃくちゃいってますね。まあやっぱ一発目アーサーが非常に大きかったのと、赤原と、あとはソウルジェールの方でも人数かさ増しできたので、それが非常に大きかったかなと思います。それじゃねえ。カンパちゃん2回でしょ？行くかな？お、ちょ待って。上から行かないとダメなのか。2人。これは打撃取りたいかな。か、エピック回したら技術マス育てられますね。っていうのか、ここ50なんで取っちゃっていいかっていう。50で2人でしょ。5人行かれると結構だな。敏捷だしね、これ。いらんだろ。で、技術で取りましょうか。追い打ち。
うん、仕方ない。メンタルかな。あ、体力回復マスあるからいいか。で、ちょっと待って、エンタクルスレベルアップだと話ちょっと変わるけど。あ、いらないいらない。いや。先々の取って回して。あ、いいですね。大丈夫。追い打ちか。ラッキーボーイですね。体力も回復できましたと。で、またアタックしている。精神いいですね。これ一回入れときたいですね。コツ、二つ。うまぁ。連打いいっすね。最後走塁したいな。ほぼ完璧でしょう。で、ここか。ここもあげーので。いやー、走塁いけましたね。連打以外で。フルヒッター、それは勘弁してほしかった。うん、これはもうほぼ完璧にやれたでしょう。で、なごみも多分足りますね、これ。で、装備、ピンションはいらんでしょう。筋力ちょっと惜しいですけど。キャッチャーはまだチャンスあると。左は、テイト。技術が足んないか。うん、臨床はあまりそうですね。肩はまあいけないことはないかな。どうやろうな。でも金属取り切ってますからね、ほぼ。勉強してただけだもんな。チャンスとか欲しいな。カンパチからね。あと打球の欲しいな。あ、もうもらえないか。やっぱ敏捷ぐるぐるだと結構余っちゃうな。いいよ。精神もらっとこう。あと一回。いやー、これ結構究極やな。うわー、まあまあいいか、気になる。よし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 。カンパチあと一回か。行くかな。カンパチに悩まされている。まあ、前回は自分で悩ましたんですけど、今回は悩まされている。
える2回です。バッターは山賀。投げました、打った、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた。ちょっとちゃんとホームランしないと危ないかもね、この方向。エンタクリードで迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打ちました。いくらパワーヒナイトがいい。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁2塁という場面、セカンドライナー、危ない危ない危ない。エンタク追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で、これはいい当たりだ、いった。パーヒャンはナゴミから最後もらう形になるので、別に追っかけなくてもいいと。かがみや、うわーいいね、来た、今度こそ。ナイス、かなり張りましたね。これは大きいわ。反省を生かした、反省を生かした。反省がとこ、よし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 、完走した。あー、いかんかったが。で、割と余裕あるんだよね、いろいろ、多分。肩上げてんのかな、ちょっと。いやー余裕あるやろこれ、鶴瓶打ち。初便賞どこに、どこに吐くのみたいなとこある。うん、大丈夫でしょう、もうここでエースなら。フロー筋力がちょっとって感じなのか、打撃なのか分かんないが、まあ和みなら練習できるでしょ。ダブル4にしちゃう。お待たせ。さあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面、ミスれないのここから。4回の裏、円卓攻撃に入ります。トップバッターは山、今日2打点を挙げた。ちょっとどこまで伸びるかは分かんないですね、正直。円卓リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面、山、打った、これは強烈。骨状況は前回よりいいけど、点数は前回より出てない気がする。8回です。ノーアウトランナー1塁という場面、打ちました、痛烈。あとはポイントバランス敏捷に結構よっているような、精神も集めすぎた感はちょっとありますね。敏捷いるかな、これ鏡だとパワヒーと送球とかがもらえる確率があると、こっちだと冷静、ここ、うん、印象いるかな、そこなんだよ。鏡の方が良くないかな、送球とか。パワヒも別に2でいいですもんね、今。って感じするけど。佐伯だと、守備職人とか入ってくるのか。守備職人逆境走塁、いやー、これだったら多分鏡の方がいいな。50点ぐらい違いますけどね、どうしよう。ここも伸ばすと考えるのか、いや、いらないな。まあ早急いいですね、惜しかった。これ来ないと取んないですからね、間違いなく。うん、まあまあいってそうな気はするけど。さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、ヤマ第2球投げました。これはいい当たりだ、入れば逆転だ、いった、入った入った。4回
回の裏、円卓攻撃に入ります。この回のトップバッターは山が投げました。スライダーボール、カンパチがチャンスくれたら最高だな。さあ次の投球投げました。出てしてこういう時ミートボスですけどね。6回の裏、円卓攻撃に入ります。やっぱ技術か。山が今日4打点を挙げ打ちました。痛烈、左打球のビーとか取れてないですもんね。円卓リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている山が、キャッチャー取ってないか。スタンドに入りました。第2球投げました。ボール、投球はこれから3球目。うん、じゃあ技術不足だね。さあ次行きましょう。技術全く変わんないや多分。いやーいいっすね。いやまさかのまさかの技術だけど、いいか。でチャンスとキャッチャーは取って518入らないでしょ。いやー結構得能は取れてないなーっていう感じするな。これささやきとか取りたい。打球伸びったら一瞬で崩壊しそうな感じだ。400入らないでしょさすがに。エピローグ144大丈夫かな。なんか取っといた方が良ければ取っとくけど、ささやき取っとく。42でしょう。とは円卓リードで迎える1回です。バッターは山田。もう第2球、うん、結構強いけどやっぱ前回ほど得点なさそうだな。第3球、前回なんかほぼ取った気がするんですよね。そこのそのせいかな。円卓勝ち越しのチャンスです。ワンアウト満塁という場面、円卓最低でも外野フライが欲しい局面です。投げた、打ちました。これはいい当たり、入れば。ここの満塁ホームランはでかいわ。6回の裏、円卓攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山田、今日5打点を挙げています。第2球投げた、打った、これは強烈、いった。チェンジアップすくい上げました。8回の裏、円卓攻撃に入ります。トップバッターは山田、今日6打点を挙げています。打ちました、痛烈、いった。ゲー処理、さあどんなもんでしょうと。やれるべきことはやりましたが、正直わからんですね。いいですね。パーヒももらいました。やっぱ1万4000相当いってないとダメなんだよな。1万4000は少なくとも超えないと無理だ。うん、1万4213。はい、ということでちょっと振っていきたいと思います。少しお待ちください。はい、ということで戻ってまいりました。オールエース補修にすることができたのと、特能については5、10、15段ですね。に、こんな感じになっています。結構いったんじゃないかな。でもどうだろうね。おー、SSQ! はい。ということでですね、2体目の SSQ ができました。やっぱり強いですね。このデッキがと思われます。あとはもう本当に重ねるものを重ねられれば、もうちょっとで PG って感じですね。まあこの辺かな。でも14000
は結構安定して出てて、あとは骨状況が改善されればというところと、左怪我、打球伸び、この辺が20で取れないとなかなか厳しいかなというのは正直ありますね。お、ビンゴ達成していく。ついでにね。ダダ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 、ビンゴ達成していく。はい、ということでございました。いやー、もうちょっとだな。うん、もうちょっとなんですけどね。なんかこういい兆しは見えているんですが、もうちょっと足りないなという感じでございます。やっぱり精神と臨床ポイントが余りがちなので、初期チームもその辺大事になってくるかもしれないですね。あと本当に噛み合い一つ二つというところにはなってくると思うので、その辺に期待しながらまたサクセスできればいいかなという感じですね。はい、今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名はコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いする前に、これワンチャン乗ってないか、もうちょっとですね。はい、ポジション変えてれば多分って感じでしたね。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。